海外から技術をあの段階で輸入して、そして薩摩の感性で磨き上げて、それが世界の舞台で、万国博覧会ですけれども花開くっていうのはですね、鹿児島の伝統工芸品の中では非常に稀有な工芸品の一つ、工芸品だと思います。かつて内城川と呼ばれたこの地で、陳家は400年以上一度も途切れることなく家業を続けてきました。職人たちのたゆまぬ努力とさまざまな技法で今も薩摩焼を牽引し続けています。父がですね、私に言ったのは「君は東大になれ」って言われたんですね。で、東大っていうのはどういうことかというと、動かないわけですね。動かないけれども光は放つと。陳家っていうのはおそらくこの深山あるいは薩摩焼業界にあって、そういう動かない存在というものを自ら任じていかなければいけない家なのかもしれませんですね。豊臣秀吉の朝鮮出兵で日本に連れてこられた陶工たち。陳家の初代の作品とされる器が残されています。ひばかり手とは、土も作り手も朝鮮で、火ばかりが日本のものを使った焼き物という意味だそうです。映画「茶碗屋」の話の中で15代は自分のルーツについて悩んだ過去を告白しています。この地に根付いて400年経ってなお、やはりそういうものに悩むというのがあるんですね。日本人であろうがなかろうが、もちろん国籍は持ってますけれども、それはそれほど大きな問題ではないような気がしましたですね。司馬太郎先生もおっしゃってましたけども、自らを一個の人類に仕立て上げていく、そういう心がけといいますか、つまり今をどう生きるのか、そして今からどう生きていこうと思うのかっていうことが人にとって一番大切なことを。15代陳寿寛さんは自らのルーツを大切にしながらも、日本人に誇りに思ってもらえるような仕事をしたいといつも考えているそうです。でもそのことが大きくは父祖の地である海峡の向こうの国に、韓国に対する恩返しにもなってるんだろうと思いますので、僕にとってみれば韓国は父祖の国で、日本は母なる国ですので、その間で何かしらに役割ができれば、先祖たちも喜んでくれてるとは思いますけどね。この映画の中では15代を手伝う長男の姿もあり、16代への思いも語られています。映画「茶碗屋」の話はあさって9日から鹿児島市のガーデンズシネマで公開されます。10日日曜日には15代陳寿寛さんと松倉大華監督の舞台挨拶が予定されています。火曜日は休館日ですのでご注意ください。